一宮キリスト教研究所は、アジアの極東に位置する日本の兵庫県宍粟市一宮町、姫路城のある姫路市中心部から約40キロ、中国縦貫自動車道山崎インターチェンジから約10キロ北、鳥取へ抜ける国道29号線沿い、その昔、豊臣秀吉が全国統一を目指していた時期には、キリシタン大名、黒田官兵衛の領地でもあった地域です。この兵庫の山深い山間部、一宮から、インターネットの様々なインフラを通して、キリスト教の継続神学教育を行っています。その内容は、ジョージ・ラッドの聖書神学、宇田進の福音主義神学、ミラード・ジェイ・エリクソンの組織神学等の世界、つまり、今日注目されている福音主義神学のセンターラインの一つの座標軸を継続的に講義、講演、説教を通して紹介していっています。関心のある方はぜひご視聴ください。